トラベラーチャンネル、はい、どうも皆さんこんにちは。本日も、トラベラーチャンネルのご視聴を、誠にありがとうございます。今日はですね、土曜日でございますので、ハワイ情報や世界中の、ホテルの情報をお送りしております。今日はですね、ハワイ担当の、ハワイ方面の、ホテルに関するご案内をしたいと思いますので、私ハワイ担当の山田がご案内したいと思います。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。アロハー、どうも皆さんこんにちは。9月のね、下旬になってまいりました。多少涼しくなってまいりましたね。こういう時期はハワイが恋しくなるもので、あると思いますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ホテルのことをいくつかやってるんですけど、ベッドの数ですね。最近ちょっとハワイのホテルで、ツインベッドとか指定できるお部屋とか増えてきましたので、そちらの方のお話とかをですね、皆さんベッドに対するお考えってどういう風なのかなということで、ご参考になればと思いまして、最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、こういうホテルのベッド事情ということで、特にあの日本から、お見えになるお客様に関しては、ツインを指定される方が圧倒的に多いですね。ハワイに関してハワイのホテルのスタッフに言うと、本当にあの日本の方はツイン指定が多いということで、それに伴いですね、あのツインが指定できるようなホテルがだいぶ増えてきたような気がします。なぜかというとですね、特にあの日本人の多いホテルというのは、年配の方々が多いホテルっていうのは指定ができるようになったりとかしてましたり、ホテルとして確約はできないけど、ツインベッドを増やしたりとか、キングサイズを、ちょっと減らしたりとか、いろんなあの工夫をされてます。で、米国人が多いホテルっていうのはやっぱりキングサイズが多かったりする場合もあるんですけど、大体は今あの半々か4-6ぐらいでツインが、大体4でキングが6ぐらいじゃないかなという予想なんですけども、今日はあの本当にベッド事情によってですね、滞在が快適になるかならないかってかなりあると思いますので、そちらのことも合わせて、ご案内していきたいというふうに思います。これはあの、アストンワイキキビーチタワーですね。あの眺めのいい高級なコンドミニアムですけど、オーシャンフロントだったらここが一番あのビーチタワーいいんですけど、こういったベッドですね、寝室コンドミニアムの場合はあの例えば2ベッドルームだとですね、片方がクイーンサイズかキングサイズベッドですね。これは、クイーンサイズだと思いますが、からもう一つはシングルが2台でツインが入っている場合が多いですね、2ベッドルームの場合は。でこれはあの主寝室だとこういう、キングサイズクイーンサイズの、ベッドが1台あの置いてありまして、旧トランプのカライとかリッツカールトンも同じような形になっているかと思います。はい、では始めたいと思うんですが、ハワイのホテルのベッド事情に関してですね、先ほど言いましたようにツインベッドが指定が増えております。ね、これは非常に、ありがたいことではないかなというふうに思います。シングルサイズベッドが2台とか、クイーンサイズが、クイーンというかそうですね、ダブルが2台とかですね、そういう、あと、ホテルによってはクイーンサイズのベッドが2台も入っているホテルもあるんですよね。ホテルではあの指定可能な場合ありということで、これですね、指定が可能です。主にどこのホテルが指定できるかというとですね、やっぱりあの高級なハレクラニですねとか、それからヒルトンとか、ハイアット、シェラトン、ワイキキ、この辺は大体できます。で、ロイヤルハワイアンとモアナサーフライダー、まあ、よくハレクラニと並んで御三家と言われているホテルはですね、やっぱ部屋数が少ないのと、合わせて、ベッドの指定っていうのがなかなかあの確約ができない状態になっておりますので、ちょっとご注意が必要。もちろんあの、確約は指定してくれるというような予約先があるんだったら、まあ、それはそれで確認をしていただければいいと思うんですが、でピーク時期は要注意と書いてあるのが、これがポイントで、特にあの指定ができたとしても、ピーク時期はですね、お部屋を一部屋でも稼働率を高めるためにですね、ずらす場合があるんですよね。あのツインベッドいいですよ、リクエスト受けますよって言っといて、蓋を開けてみて行ってみたら、クイーンサイズとかキングサイズになってたっていうこともあります。これはあの確約をですねしてくれないとどうしてもそういうことがありますから、まあこれはしょうがない場合もあります。で事前に確約ができるお部屋でしたら、もうその、ツインのお部屋を指定で行っていただければ、それはもう間違いないことだと思いますが、ピーク時期でも。でこの辺のところに関して言うとですね、やっぱりあの早めに予約することがポイントです。
ですね。早めに予約して、ツインベッドとかキングサイズベッド、クイーンサイズベッドですね、指定できない場合は、本当に早めにそれをベッド数を指定すると。よく皆さん予約時に、ツインがいいとかクイーンサイズがいいっていう方は少なくて、特にご年配の方はですね、旅行慣れしてる方はツインでやってくれっていうことがよくお聞きするんですけど、でもまだまだ少ない状態で、やっぱりご予約の時に、ベッド数の確認とか念押しっていうのは必要じゃないかなというふうに思いますので、まあ覚えておいていただくと損はないかなというふうに思います。それからハワイのベッドの種類なんですけど、これは世界中のベッドの種類と同じですね。ただアメリカ本土とハワイは結構似てるんですけど、ヨーロッパはちょっと事情が違って、お部屋が狭くなりますよね。特にパリのホテルとかロンドンとかいろんなヨーロッパのホテルっていうのはホテルの敷地が狭いですから、その中にホテルを作って、昔からの建物でもありますので、やっぱり一部屋あたりの平米数が狭いんですよね。ですからベッドも1台の場合が多かったりとか、やっぱり小さなベッドが入っている場合もございますから、主にこれはハワイとかアメリカのことをお考えいただければいいんですけど、キングサイズベッド、一番大きなベッドで幅が180センチから200センチ、大きいですよね。から長さが2メーター前後ということでね、もう本当に、でも、ジャイアントババが寝ると2メーター9センチですから足が出てしまうというベッドですけど、まあ冗談はさておき、一般の方は大体寝れますよね。それからクイーンベッドですね、これよりもう一、サイズ小さいやつですね。これはもう本当に、1台入ってる場合が多いですけど、幅が150から160で長さが2メーター前後、みんな大体2メーター前後なんですよね。でクイーンサイズに関しては1台入ってるお部屋もあれば、これは1台入ってるとちょっと2人が出るのに、若者2人だったらいいかもしれないけど、ちょっと体の大きい人はクイーンサイズベッドっていうのは小さいかもしれないですね、2人で寝るのは。まあ本当にツインとか、キングサイズベッドとかダブルベッドが2台入ったお部屋の方がいいかもしれないですね。それでこのクイーンサイズベッドですけど、ワイキキのとあるホテルですね、とあるというのは、レイルオートグラフコレクションなんですけど、ここは、なんとクイーンサイズベッドが最初から2台入っているお部屋もあるということなので、そういった形でホテルを選ぶというのも、いいと思いますね、レイルオートグラフコレクションです。それからダブルベッド幅、これ幅が140センチから150センチで長さ2メーター前後、これが1台だと思いがあるのがヨーロッパのホテルとか多いですけど、これが1台しか入ってないとかなり狭く、ベッドは、快適にはならないかもしれないので、このダブルのベッドはですね、2台入ってればいいと思います。で2台入ってる部屋もありますから、そうすると一人一人が快適に寝れるんではないかなというふうに思いますね。ダブルベッドからツインベッドっていうのは、幅が90から100センチのシングルのベッドが2台で、長さが 2メーター前後ということで、これはもう完全に1人用のベッドでございますから、それがだいたい2台入っているお部屋、大体か2台入っているお部屋で、これを指定される日本人の方が多いということでございますね。で、それからハリウッドツインというふうに書いてある、これはあまり聞かないかもしれないですけど、これは2つのベッドが1つになるということで、よくあるのが2つベッドがそうあらかじめくっついてて、ツインベッドを確約って書いてあるのに、ツインになってないっていうふうにびっくりされる方もいるんですけど、布団を取ると中にですね、ちゃんとベッドが離れるようになってて、わざとくっつけてあるだけなので、それはもうご心配されなくていいと思うんですけど、こういったハリウッドツインみたいなのもね、ですから最初から2つになっているので離していただくだけなので、お部屋入ったらそれも確認していただくといいと思いますね。ハリウッドツインで、これだけの、まあ、主な部屋がこれだけじゃないんですけどあるんですけど、特にご家族連れでお子様を連れて添い寝したいという方ですね、ベッドの横でお子様、小さなお子様を添い寝したい場合は、やっぱりキングサイズベッドとかクイーンサイズベッドのお部屋に入っていただくのが、いいと思います。ただホテルの場合に一部屋に入ろうと思うと、やっぱりキングサイズベッド1台だとベッド1台なので、ここで親子3人4人寝るっていうのは大変だと思いますので、ダブルベッド2台かクイーンベッド2台が、入っているお部屋に、子供さんを添い寝するっていうパターンが、多かろうというふうに、思いますので、ちょっとその辺は、注意をご家族の方はしていただいた方がよろしいかというふうに思います。それからこれ以外にローラウェイベッドっていうのはですね、ローラウェイベッド、まあエキストラベッドと呼んでますよね。これは、3人1部屋で入る場合にホテルにこういう簡易ベッドですね、折りたたみ式の簡易ベッドを入れるんですけど、これは完全にシングル、この、幅90と100の長さ2メーター前後の大きさと全く同じぐらいですので、そういうベッドも一応リクエストが可能です。
それからソファーベッドですね、こういったようにあの写真の後ろに載っているようなこのソファーの中から取り出すと大きなベッドになるということで、こういったあのソファーベッドなんかも、まあホテルによっては、ございますし、コノミアムにも、ソファーベッドがございますね、こんなような感じで、ベッドがあるということですね。それからバンクベッド、これはですね、あの後ほどお見せしますけど、ベッドが2台になっているというベッドですね。で、隣の部屋とつなぎ合わせるとコネクティングルームになって2部屋で4名まで滞在できるというようなホテルもございますが、バンクベッドというのもありますね。はい、はい、でベッド数は事前確約が可能かと書いてありますけど、可能なホテルもございます。ですから、まあ、個人で行かれる方、それからパッケージツアーで行かれる方、いずれも、可能ですので、その辺はよくあの予約先とか、ご自身が予約しようという、そういうあの、まあ、リソースですねをご確認していただければよろしいかと思います。ただベッドの大きさとかも、ご確認いただいた方がよろしいんじゃないかなというふうに思いますね、こだわる方は。はい、それからこれがバンクベッドです。ローマワイキキアットアンバサダー、前あの、この YouTube でご紹介したホテルの一つですけど、こういったようなバンクベッドって楽しそうですね。お子様と兄弟で連れていくとね、で隣の部屋にお父さんお母さんがあの、ね、寝てらっしゃるということになると安心だと思いますけど、こんなような面白いお部屋もローマワイキキにありますから、泊まってみたいという方はぜひ調べていただくとよろしいかと思います。これがあのバンクベッドっていうやつですね。はい、それから、大変人気のシェラトンワイキキですね、オーシャンフロント海の真ん前にある高級ホテルですけど、ここにですねベッドあらかじめ、3台入ったシティビュー、海は見えませんけど、シティビューのベッド3台の部屋があります。でこれは、シティビューですからオーシャンフロントではないんですけど、ベッドがシングルベッドが3台入ってるんですけど、ここのホテルもともと部屋が狭いんですね。この部屋っていうのは25平米でございますから、そこにベッドシングルベッドが3台、こういうふうにあの一応入れてあることはあるので、まあ、ちょっと狭くてもシェラトンに泊まりたいっていう方はこういうお部屋もあるかと思いますが、もう一つシェラトンワイキキにはラージェラグジュアリーオーシャンっていうあのお部屋がございまして、これは60平米ぐらいあって、シェラトンワイキキにとってはもう本当に倍以上、普通のお部屋の倍以上広いので、あの本当それなりの広さがあるんですけど、こういうシングルベッドがあらかじめ3台こういうふうに横に並んで入っているお部屋もあのございますので、こんなようなね、本当に3人がちゃんとこういうふうにシングルベッドで寝れるっていうお部屋もあります。で通常だとベッドが2台にここにエキストラベッドを入れるとか、もしくは狭い部屋ホテルだとベッドが2台入っているとエキストラベッドが入らないっていうホテルもありますね。ですからあのエキストラベッドイコールローラウェイベッドというんですけど、ローラウェイベッドは入るか入らないかも、随時、ご確認をしてください。それからローラウェイベッド、は有料になりますので、その金額もご確認いただいた方がよろしいかと思いますが、でもう一つ、ローラウェイベッドが入らないホテルもございます。先ほど言ったあのレイロオートグラフコレクションとか、それから、ツインベッドがだいたい全体の6割ぐらいあると言われているあのディズニーのアウラニですね。アウラニなんかは、エキストラベッドが入りませんので、ちょっとその辺のところも、ご確認いただいてご注意いただいた方がいいというふうに思いますね。はい、それから最後にご案内するんですけど、ベッドで悩むんだったらもうこれが一番手っ取り早いかもしれないですね。コンドミニアム。コンドミニアムの良さっていうのは、もちろん今あのお部屋でキッチンで食事ができて、外食する時の費用が少しね、安くなるとか、滞在費用が少しお得になるとかね、部屋が広くて楽だとかっていうことで大変人気なんですけど、このベッドの数のことも考えるとコンドミニアムってすごくいいあの宿泊施設だと思います。コンドミニアムは寝室とリビングがこういうふうに分かれてまして、で、寝室の方にはベッド2台もしくはこの場合は2台になりますが、1台の場合もございますから、ちょっとその辺はこの見取り図で確約できるというふうにはあの思われてほしくないんですけど、でも、早く予約するとツインベッドの部屋、それからキングサイズクイーンサイズベッド1台の部屋とか、その辺が確約っていうか、まあ高い確率でそういうお部屋になるということになると思います。ですから、こういうふうにですね、例えば3台あると1人2人それからこのソファーベッドに、2人寝れることになりますから、もう最初からベッドが
3台入ってるってことですね。ですからこの広いスペース55平米の中でベッドが3台ということは非常に通常のホテルに比べると1人当たりの占有スペースっていうのが絶対広いと思いますので、絶対広いっていうのは例えばシェラトンワイキキのさっきの60平米のお部屋が1人だいたいね3人で割ると20平米相当ですけど、これもまあ55平米ですから、3で割ると、1人だいたい18平米ぐらいの広さになりますから、もう全然狭くなくて広くてむしろ快適ですよね。こんなようなコンドミニアムで滞在するのもベッド数に関しては、おすすめではないかなというふうに思いますね。でこれが、ソファーベッド、ワイキサンセットのソファーベッドで、これはまあ本当に寝る前の人が使った時なんでちょっとね、この辺散らばってますけど、こんな感じのソファーベッドで中に毛布と、枕が入っているということで、よく私ども学生の旅行なんかも、4人一室でコンドミニアムに泊まってみんなでね合宿しているように楽しくお過ごしになっていただくんですけど、こんなようなソファーベッドもお使いになりながらということで、少しでもハワイの滞在費用をですね、お値打ちにというかする方も、最近は増えてるということで、特にハワイのベッドっていうのベッド事情っていうのは、お部屋の、ホテルの種類、それからお部屋のカテゴリーですね、いろんな種類がカテゴリーもあるし、ベッドの数もいろいろありますから、予約の時にですね、そこも突き詰めて確認して、何度も行けるハワイでないですから、快適な滞在をハワイで迎えていただくっていうのが私のおすすめではありますので、この辺のホテル選びもちょっとこだわって眺めと一緒にこだわっていただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、これは今日はこれで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。では次のトラベラーチャンネルでお会いしたいと思います。マハロー。